ゲオ、ジオ、スーパーセール。どん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 、パフパフパフ、古いって。そんなお前、どん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 、パフパフパフとか、古いわ、それ。なあ、お前、落ち目のお前、トンネルズですら言わへんぞ、もう、それ。なあ、まあいいや。なあ、これ。ジェオスーパーセール、これ。なあ、2019年。なあ、4月13、14、15や。なあ、もう俺、全然興味ないやん。なあ、これ、まあ動画出したけど、全然興味ない。でな、なんか YouTube で動画出してるやついるやん。な、これスーパーセールとかしょうもない動画ばっかり出しやがってな。ほんまにこれ。もう腹立つね。見てて腹立つ。もう何言うてるか分かれへんとかさ。な、そんなお前も動画何ブツブツ言うてんねんみたいな。せやろ、しょうもない動画ばっかり出してんのおんねん、もうこれ。なあ、まあ、テレビもクソだけど、YouTube もクソだからな。まあ、俺の動画もクソだから。なあ、これお前見てるやつもうこれクソだから、これ。なあ、もう全員白痴。なあ、これ、気違い病院だから。まあいいや。ほでや、なあ、これまあ、これ今日曜日にな、まあ、俺のこれ、まあ、ロサンゼルスのスタジオで撮ってるんだけど、レコーディングスタジオで。いや、お前な、レコーディングとかな、言うとお前アメリカとか行っとるやつな、お前日本でできるやろ、それ。なあ。いや、レコーディングでロスでとか、なんでや、お前、その録音ぐらいも日本でできるやろ、お前。なんでロス行く必要あんねんな、それ。なあ、しょうもない、お前、それなあ、そのロス行ってレコーディングしたらかっこいいみたいな、そんな感じ、それ。なあ。日本でお前そこら辺でもできるだろ、それ。レコーディングぐらい。その楽器がとかさ。なあ、そんな、なあ、お前アメリカにしかありませんやったらさ。なあ、向こう行ったらいいけど、お前あるやろ、それぐらい。なあ。それ何それ、なんか、プロが日本におらへんってことそれ。まあいいや、俺別に音楽も全然興味ないから、それ。ここでや。なあ。13、14、15、まあ、これだ、日曜日収録だから、これまだ明日な、15日。だから俺、これ何度も言ってるけど、7月15日何の日なのこれ。まあ、明日も休みっぽいから、まあ、これ、まあ、言ってもいいかな、知らんけど。いや、俺、だから、日曜日、まあ、今日や。今日、行ってん、もうな。行ったったよ、これ、J を、これ。なあ、まあ、社長、誰か知らんけ、富山やないと思うけど、誰や知らんけど、行ったったよ、これ、日曜日。なあ、まあ、その、ガチで探しに行くんやったらさ、なあ、こんなお前、土曜日のお前、開店時に行かなあかんわ。ガチで行くんなら。なあ、そうせんとお前、なあ、そんなお前、転売屋とか、わけわからんやつ、ぐわ、行くやん。なんか、ジェオの店の中行ったら、カゴ置いてあんねん。まあ、買い物カゴみたいなでかいやつじゃないけど、ちょっと小さめのな、それ持ってぐわー入れてる、もう、お前絶対転売屋やろみたいな、もうおんねん。いかがわしいやつが、もう見たらわかるわ。一瞬でわかるから、もう絶対お前ゲームやれへんみたいな、もうおじいちゃんとかもいるから、な、もうそれ全見えへんやろみたいな、もうおるから、それ。スマホ持ってさ、なんか相場調べてんねん、それ。なあ、まあ、そんなもおるから、まあ、ガチで行くんならもう土曜日のもう開店一発目ドーンと行って即買い占めな無理やけど、まあ、俺動画出してるみたいにさ、もうそんな半額とか言ってもな、108円やないし。で、まあ、な、ジオもまあ、そんな品揃えも、まあ、特に古いゲームないやん。そんなドリキャスとかサターンとか 3DO とか置いてへんから。な、まあ、プレステ1、2、あとなんや、PSP とか、まあ、それぐらいちゃうか古いやつで。な、まあ、店によってはもうプレステ1ももういてないやろうけど、まあ、俺の行く店はまあ、まだプレステ1あんねん。プレステ2もあるけど、まあ、そんなんだからさ、まあ、ガチで行くんならまあ、な、土曜日、ボーンと。まあ、行くんだけど、まあ、もうそんなんでもないしな、ちゅうて。まあ、もうな、これ、まあ、俺もビジネスで忙しいから、これな。
まあ13、14、15もうこれええかと思ったんやけど、まあもう行ったったわな、もうしゃあないけどこれな、行ったった。でもう買うてきたやつあるから、まあ、それを紹介するこれからな。うん、まあ、お前紹介までにお前5分もお前いらん話してるやろ。まあ、レコーディングがどやこやとかな、関係ないや。お前大体そんなな、お前アメリカのお前レコーディングスタジオで収録してますとかって、お前行かれへんやろそんな。お前そこな、お前日曜日に日本のジオで、お前なんでその同じ日にお前動画さ、アメリカのレコーディングスタジオで上げてんの、それ無理やろそれ。ね、行くで。行くで。な、まあ、これ、ちょっとこう消して。一本目。はい、これ。まあ、しょうもないな。しょうもないな。もう、新しいゲーム俺買えへんから、もう、新しいゲーム、プレステ4とか言うてるやからはもう、買えてええで。もう、他の見たらいいから。他の、な、そんなお前、なんか他の言ったらいいやん、それ。な、福井のゴリラとか見といたらいいわ。な。一本目、これ、スターブレードアルファや。これ、プレステのソフトやけど、まあ、プレステ2とか3でできるから、まあ、俺3でやろうかなと思うんやけど。まあ、プレステ1の初期のゲームやな。これ、ちょっと待って、これ、いつねっすやん、これ。多分94年ぐらいちゃう？ちゃう、95年の3月31日。だ初期のゲームやな、これ。ちょっと待って、これ値段がね、半値になる前の値段が280円。だから普段から安いね。普段から安い。だ280円割る2で140円な。140円で、消費税入れたら、151円。151円。です。これな。うん、151円。で、これ、アマゾンにもあんねんな、これ。これでいいか。これ、スターブレードアルファ。ナムコ。これな。でさ、これ、中古品アマゾン売っとるんやけどさ、まあこれちょっと送料バラバラだから何とも言われへんけど、まあ商品代だけで一番安いとこれ1円やわ。1円な、今送料入れて300円みたいな感じちゃう、これな。これ300やろ、上100やけど送料200円やから、まあ300円やな。300円、まあ150円で買ったということは、まあこれお得なのかどうか分かれへんけど、まあ半値で買うたということになんのかこれな。まあ消費税含む同士でやったらさ、まあそんなに高いもんじゃないんやけど、まあゲーム自体はな、これなんか宇宙船かなんかでビャーっと行くねな。ね、宇宙船自体はもう勝手に動くね。こっち動かされへんねんけど。な。で、自分はこの、そこに出てくる敵に照準を合わせて、ビームビャビャビャって撃つだけ。全然面白くない。全然面白くない、これ。なんか似たようなゲームもあったけど、まあ、カーソルを合わせて撃つだけや。な、なんかバーチョコップとかなんかあれの宇宙船版みたいなやつで、全然面白ないし、むずい、むずすぎ。敵の出てくる位置と覚えないと無理。な。で、まあ、プレステのコントローラーとかだんだんやりにくいからな。十字キー腐ってるし、これ。で、何こう、スティック非対応だから、これ古いやつやからさ。プレステの3でやったとしてもスティック使えないと思うよ、これ。まずこれが1本目な。ちなみにこれな、3DO でも出てんねん、これ。3DO で見たら、まあ 3DO の方が高いね、これ。839円。な、これ893やったらヤクザやったんやけどな、これ。島田紳助やったんやけど、これ。ケツムチやったんやけど、これ。しんすけ言うたらーって、これ。さんまの名探偵か。3DO 版の方が高いな、これ。まあ、俺 3DO 版も持ってるわ。
な、まあ 3DO 版の方が高いということで。なんかね、その新ハード、だこれ 3DO とかプレステ1とかなんか次世代機戦争あったやん、サタンとか。で、なんかナムコが参入したところは生き残るみたいな、いうのがあって、なんかそういうジンクスみたいなのがあったらしいんやけど、だからプレステが生き残ったのはリッジレーサーだみたいな、サターンに出てないからな。スターブレードサターン出てないし、リッジレーサーもないやん。お前、3DO にお前スターブレード出とるやろってお前。それでお前見事に滅びとるやろ、これ。森下こらトリップホーキンスこらお前。逮捕するぞ、この野郎。まあそういうこっちゃ。これ終わり。はい。で、これが280円の半値で150円かな、消費税で言うと。で、2本目。はい、これ。はい。刻み命館。はい。刻み命館な、これ。このプレステ1のやつ。これもね、280円だから値段一緒や。半値で140円な。100円で消費税入れて251円。刻み命館は、これいつのやつこれ。ちょっとね、刻み命館。あ、これベスト版な。プレイステーションベスト版。97年の6月って書いてあるな。だまあ、ちょっと後になるのかな。刻みの地屋形。あ、でもね、これね、ちょっと待って。ベスト版が97年かな?そやね。だからまあ、その最初のベスト版じゃないやつ、まあ中身一緒やけど、それもちょっと早いのかもしれん。刻みの地屋形。テクモ。んで、これもね、アマゾンにあんのよ。刻みの地屋形。これかな?これかな?刻みの地屋形。これ、プレイステーションザベスト版っていう廉価版な、後なって安なるやつ。これもさ、中古品。いや、お前、56円って、なあ。まあ、これ送料が250円とか、まあ、290円とかちょっといろいろあるんやけど。まあ、これ56と256、250足す56で。306円やから、まあまあ、ここやな。で下の、このなんとかサービスは306円。で、こことここ一緒やねんけど。まあ、だから、まあ、物の値段って言うと56円なんやけどな。だからまあまあ、これもそんな、刻みの地屋形もそんな高いやつじゃないわけやな。これ。刻みの地屋形。なんかあれやろ、これ敵をこう、さっきのさ、どこ行った、刻みの地屋形、これかな、ほら、トラップシミュレーションゲームって書いてあるから、なんか敵をこう罠にはめていって、まあ、殺害するゲームなんやろ、これ。な、だまあベストになってるのが面白いのかどうか分かれへんけど、でさ、これ。今回のセールで買ったんちゃうけど、いつやろ、なんか前のセールか前の前のセールかで、俺これ買うてんのよ。これも刻みの地屋形の新章なの、これ。信号機の芯だけど、かげろうっていうゲーム。まあ、俺すでに買うてんねん。だから、もともとこの刻みの地屋形があって、それの続編がこの、かげろうやねんけど、多分な。多分せえと思うで、これ。かげろう。だから、このかげろうは、俺持ってるんやけど、かげろうがいつや?これ98年の7月って書いてあるな。で、これもジェオのセール。今回のセールじゃない?いつのセールか忘れたし、なんぼで買うたかも忘れたんやけど、まあ、多分値段似たようなもんじゃない?これ。100円、200円ぐらいで、これ買うとるらしいけど、こう取ると思うけど、これな、これ、この新章俺、もう、買うてるんやけど、一回もやってない。一回もやってない。やってないし、ゲーム機に、こう、
挿入することすらしてない、何もしてない、これな、やれよっていう話やねんけど、なあお前やってへんやろって。その何、カゲロウもアマゾンにあるわな。カゲロウもベスト版やったら、ベスト版やったら120円やな、これ。120円、送料250円。まあまあこんなもんや。だからこの、新章の方も、まあそんな高いもんじゃないということやな。な、だからまあちょっとどっちかやらなな。これ、まあやるんやったらこの刻みの地館の最初をやって、で、まあ、カゲロウをやるのが、また、順番的に正しいんやろうけど。まあ、こんなもんや。な。全然、お前、もう、こうといて、お前、やれへんってさ、それどういう話なの？で、お前、これ、な、中古でも安いからさ、その、これを、お前、こうといて価値が上がるもクソもないやん、これ。お前、10年後でも絶対、この、こういう値段だから、こんなものは。な。まあ、そりゃ、さあ、500年とか経っちゃ、さあ、価値は出るかもしんないけど、なあ、そんなん、まあ、お前、この神の国とっくになくなってると思うよ、それ。なあ、それ。ほんで、次は、ちょっと待って、これ言うたな。次行こうたやつ。これ。ね、これ何？いや、何って、俺、お前、こうといて何って、これ。なんか、列車で行こうって書いてるわ。列車で行こう。4。エボリューション。な、エボラ出血熱のことかな、これ。エボリューション。なんか、めんどくさいゲームやろ、これ。シムシティ系じゃないの、これ。なんか、列車で行こうとか言うから、なんかこう、鉄道会社のオーナーとして、なんか、鉄道ベースにした街づくりとか、書いてあるんやけど、これな、プレステ1で太いケースあるやん。信長の野望系とか。説明書太いから、普通のケースに入れへんから、ちょっとケース自体が太いやつあるやん。すぐ割れるやつな。なんか、ストリートファイター03もこれやねんけど、ケースが。それのやつ。うん。でね、説明書がぶっといわ。これ何ページまであんの？ちょっと待って。113ページも説明書あるわ。な、まあこれ、なんかごちゃごちゃ書いてあるけど、まあこれなんやろ、説明書を俺読もうとして多分買ったんだと思うんやけど、な、数時間前に説明書を読もうとして買ったと思うわ。まあ、な、説明書とあとなんか簡単なコントロールのなんか一枚物みたいなのが入ってるけど、これを買うてきたな。これ何年のゲームこれ。まあ、鉄道って言うけど、俺全然興味ないから、てっちゃんじゃないし、それ。な。で、なんか、横浜国立かなんかのバカでもないし、これ。俺の方が上だからな、学歴。これ94年12月3日か。これもなんか古いやつやな。で、こういうゲームってさ、パソコンだから、もともと。解像度の高いパソコンだから、プレステにはやっぱ向かないし、な、で、コントローラーですごい操作しづらいと思うしな。まあ、一応だからこれ何？マウス対応って書いてるわ。マウス、プレステのマウス対応って書いてあるよ。だから、あとね、これなんか、シミュレーションゲームだから、コンピューターがいろいろ考えて動かすんやけど、まあ、プレイステーションってアホだからな。まあ、だからちょっと、すごいやりにくいと思うよ。シムシティ2000とかも。で撮ったと思うけど、あんまり向いてないゲームやな、それ。これがやね、大体やねって、まあ、死んだな、それ、大体やね。まあ、これが、ちょっと待って、これ、限る。これか？これ。A4 Evolution。なんか、これの発展系もあるみたいやけど、なんかね、これ、グローバルなんとかもあるみたいやけど、まあ、今回これな。でさ、まあ、これ5000なんぼって書いてるけど、この中古品見てみ、これ、お前、9円って、
9円って、ね、お前送料もこれ140円で安いから、149円やろ？ね、俺これ10で買ったんが、一緒か。10で買ったも280円。だから消費税入れて151円やから、まあ、2円高いんかな。送料込みでな。比較して2円高く買ってしまったから、もうこれお前、年金の老後2000万円もう俺貯められへんなったわ。2円失ったから、もうこれ足りへんわ、これ。麻生呼んでこい、これ、お前。なあ。まあ、こんなもん。で、これ。これレビューがまたひどいねん、これ。なんか出来が悪い。操作性がどうにもって、まあ、無理やな。たかだかゲーム機で操作性は無理やろ。なあ、画面の中でこれくちゃくちゃコマンド選んでとか。なあ、多分それもアイコンやから、お前このアイコン何さしてんのか分かれへんやないかみたいな。多分そんな感じやと思うで。これな。A4 Evolution ということで、これかな。これ買うてきたと。これも280円。の半値ということ。で、他交換がこれ。はい。これはね、先に言うた3本は、プレイステーション1だけど、これはね、プレステ3かな。まあ、Xbox360 で、これと全く同じの出てないみたいやねんけど、まあ、360版があれば、ね、そっちの方がハード性能が高いから俺そっちを買うんやけど、オンラインやれへんからな。ゴールドメンバーシップである必要もないし、これこれ。バトルフィールドバッドカンパニー2完全版ってやつ。うん。で、これのね、バッドカンパニーっていうの俺 Xbox360 で持ってると思うけど、一回もやってないね。で、それのこれ続編の完全版っていうことやねんけど、なんかさ、これ完全版もあれば、なんやったかな、アルティメットエディションか、なんかそんなんもあったんよ。な、じゃあアルティメットと完全版ってお前どっちが上なんみたいな。わかれへんやろっていう話になるんやけど、まあこれ完全版の方がなんか新しいみたいなのよ。な、その、いつ発売したかっていうのを調べたら、完全版の方が新しいから、まあ完全だから、まあアルティメットよりも上かな、みたいな感じで、これを買うたということやね。これはね、値段がね、480円。480円の半値やな。だから240円に消費税入れると259円。まあ、260円ってことやな。です。これプレステ3やね。ブルーレイだからね。まあ、これも多分やれへんやろな。やれへんのに買うなよ、それ。お前な、これ。いや、これなんか俺、コールオブデューティーとかなんかいろいろ買うてしもたんやけど、もう、それらもやってへんやろ？まあ、一応ゴーストやって、こないだなんや、ゴーストの1やったんかな？で、バトルフィールドの4もやって、まあ他も結構やってないのあるんやけど、バトルフィールドの3も、なんか最初だけちょこっとやったな。だもうこれお前、これやる時間ないわ。ごめんやる時間ない。でな、これな、完全版って書いてあるやん。ここにさ、拡張コンテンツ、ベトナムを同コンとかさ、で何、オンスロートモードで協力プレイとか、6種類の新マップを追加とか、なんか特殊兵装入手とかさ、武器類を一気にアンロックとか書いてあんのよ。まあ、完全版っていうのは多分そういうことやと思うんやけど、ただな、これプレステ3のゲームや。これ完全版っていうのは、この製品の中に、
あの紙切れが入ってて、でそこにさ、そのダウンロードができるそのプロダクトコードっていう文字列が印刷されてんのよ。な、だからその文字列がないと、多分この完全版と言いながら完全にできないしな。で、このダウンロードができるそのコードが書かれてる紙が入ってんのよ、これ。中身に。別にその買う時に調べたわけじゃなくて、家帰ったら開けたら入ってんのよ、このコードが。ただな、これまあもう当たり前やけど、こういうコードは、一回使用されたらもう使われへんのよ。な。ということは、まあ、この完全版を持ってた、新品で買うた人おるやん。な。それはまあ、これが完全版だからというので、当然買うたやと思うんやけど、な。そのコードをもう入力してると思うのよね。多分。そやろ？これ。中古だから。な。だから、俺の手元にこの完全版の、このコードが書かれた紙あるけど、これもう多分使えないと思う。やってないから分かれへんけど、一回使ったら終わりやから。ということで、このなんかベトナム同梱とか、武器アンロックとか、多分これ使えないと思う。これ武器アンロックって本来はそのなんかごちゃ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 プレイした上で、その何こう武器が手に入るみたいな。なんか知らんで経験値かお金かなんか稼いで、多分そういうことやと思うんやけど。でそれがもうめんどくさいから、最初からあなたはこのコードを入れたら全部な、武器もな、核ミサイルもファットマンもエノラゲインも使えますみたいな、リトルボーイも使えますみたいな、そういうことやと思うんやけど、だ多分これ使えないと思うよ。ということはこれ完全版ではないということやね。はい。終了。これダメでした。はい。だからまあまあ、他にもさ、そのこう、なんか完全版とかなんか追加版とか、こうプレステとか、まあ Xbox 360版とかあるんやけど、このコードがな、一回しか使えないんで、まあ、一つは、その中古で買った時に、そのコードが印刷された紙が入ってないと。前のユーザーがもう保管してね。まあ、当然それ、そういうパターンがあるやん。な。に、もう一つは、その紙が入ってたとしても、もうコードが使われてるから、まあ、結局その特典は得られませんと。いうことやね。だからまあそういう危険性があるって言って言うんだけど、まあまあそれは中古やからしゃあないわ。な。まあこれはあれか？一応まあ一人でもプレイできるみたいやけど。まあ俺オンラインやれへんからな。こういうお前戦争ゲーム、FPS 系とかさ、まあコールオブデューティーとかもそうやけど。まあ今頃プレステ3でやったところでまずかそってるな。まあ、プレステ3は Xbox 360と違って、その、無料でオンライン対戦できるやん。プレステ4とか金いるけど、360もさ、ゴールドメンバーシップって言って、月額なんぼか払わなあかんけどさ、プレステ3いらんやん。な、とは言うても、もうさすがにかそってるし、な、ね、コールオブデューティーとかも、その、な、マッチしたとしても絶対、絶対もうガチしかおれへんから、まず勝てないと思うよ。もう、ちょっと動いたらもうなんか、わけわからんとか撃たれて、絶対スナイパーが隠れてんねん。もうマップとか熟知してるから、もうここいたら勝てるみたいな、そんなもんわかりへんやん、それ。な、だから俺まあこういうのはもうボット戦とかしかやれへんけど、一人用とかな。何シナリオモードみたいなのあるやん。な、どっか戦争行ってとか。飛行機乗ってとか、な、これ、まあ、結局、もうみんな一緒やねんけど、まあ、これ一応一人用いけるみたいなのよ、これ。そのシナリオモードみたいなのあんねんやろ、これ。な、まあ、それを、まあ、気が向いたらやるかもしれないけど、やらないと。いうこっちゃね。
で、これが、480円の半値で240円。で、消費税入れると260円ということやね。で、これもね、アマゾンにあんのよ。これやろ？これ、これ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 。EA パーフェクトベスト。バトルフィールドマッドカンパニー2完全版。ちょっと待って、これいつのやつやった？完全版。どっ書いてあんのかこれ。完全版。あ、2012年やね。古いね。バトルフィールド3と比べたらどっちが先なんやろな。バトルフィールド3も、なんか全然面白ないけど。これ中古の値段を見ると、これやね。物だけで見ると188円とか、まあ、そんな感じか。な、まあ、ただ送料がこれ350円やろ ?288 やったら、まあ、538円かな。そやね。まあ、538円。ということで、まあ、260円で買ったら得なのかどうなのか、まあ、分かれへんけど、まあ、いずれにしてもそんな高いもんではないわ。完全版。そやね。まあ、これ送料バラバラだし、あの、さっきさ、なんか商品代1円とかあったやん。で、そんな1円でお前売ったところでさ、儲かれへんやろ？どれやった？あ、これこれこれ。スターブレードアルファとかさ、これ1円やん。これ。な？で、1円で、なんとか本舗。これはあれ、送料で儲けてるってこと？これ。それはええのか？送料で儲けるのは。ここは実費じゃないとまずいんじゃない？これ。なあ。1円で送料299円でさ、なんか安い。まあ、定期以外では送ってけえへんやろけど。何？クリックポストとかなんかあるやん。あんなんなんぼで送れんの？ 150 円とか80円とかが？な、まあ、180円かかったとしても、100円送料で取れるから、みたいな、そういうことなんかな。どうなんやろ。なあ、これにガチでお前送料299円。まあ、299円っていう送料もおかしいわな。なあ、こんなお前半端な送料あれへんやろ。なあ。だからまあ、送料で儲けてるってことやろな。いや、ガチで送料で299円で実費だけですって言ったら、お前これ1円と、お前これ、なあ、中国人でもお前やれへんぞ、これ。1円、利益1円って。お前人件費では赤やで、これ。なあ。まあ、そんなとこか？俺がな、こうたんが。これが最後やね。そうやね。ってことで、まとめると、もうこんな感じか。な、スターブレードアルファが280円。まあ、値引き前やな。隣に書いてあるのがアマゾンっていうね、これ、まあ、もう商品代だけや。送料別にして。280円、1円。な、アマゾンが。に、この刻み命館。ベスト版。これ、J を280円。アマゾン56円。で、A 列車で行こう4PS 280円。で、アマゾン9円。で、さっき言ったこのプレステ3の、バトルフィールド、バッドカンパニー。何？悪会社なのこれ。ブラック企業みたい。ワタミみたいな感じかそれ。ワタミの社長みたいな感じそれ。な、完全版。これ480円。に、これがアマゾンだと188円。ってことで、これアマゾンの方足すと254円やけど、ジェオの合計で1320円かな。で、今回このいかがわしいセールで半値やから660円。で、これ消費税入ってないから、1.08 で713円ということやね。まあ、実際は712になるのかな。660で、そうやね、712.8 だから切り捨てで712円ということで、まあ、アマゾンの割り税込みだから、
まあ、商品代だけと比較するとさ、あ、ジェオのセールで713、ね、アマゾンで254だから、まあ、ボロ負けっていうか赤字だけど、ただまあ、向こう送料かかるからさ、まあ、送料で一つあたり200円取ったとしても、まあ、それ4つで800円やろ？だからその送料だけで、まあ、もうアマゾンの方が高いということになるよね。だからまあまあそう考えると、まあええのかもしれへんけど、まあ別に俺これ4つ買うたけど、4つとも多分もうやれへんのんちゃうかな。やれへんと思うわ、これ。まあやれへんのに買うてくるなっちゅう話やけどな。はい。ということで、買うてきたもんは以上やねんけど、まあ、J もいろんな店舗あるやん。小さいところから大きいところまであって。俺ね、最寄りの J っていうと、店舗2つあるかな。で、今回行ったんはもう片方だけにして、まあ、明日もあるからさ、まあ、もう1個行ってもいいんやけど、まあ、ちょっといろいろビジネスとか、な、ちょっとまあ、いろいろ忙しいからな。まあ、もう一個の店の方がもうちょっと品揃えはいいんだけど、なんかまあ今回悪い方に行ったんやけど、一応ね、古いゲームで言うと、Xbox の初代、あの360の前な、あのゲイツがまだやってた頃、その初代 Xbox のソフトもあんねん、そこ。ただ本数はめっちゃ少ない。何本ぐらいやろ。まあ、本数というかタイトル数で言うと10本ぐらいしかないな、Xbox。で、それはね、まあ一応見たけど、もうクソしかないし、いつ行ってもクソしかないのよ。というのももう増えへんから。そんな、初代 Xbox のソフトなんか持って行ってもさ、買い取りお前そんな、10円とかちゃうの。だからそんなんもう増えへんわな。ということで、もうクソしかないから、もうそれ、まあ一応見たけど買うてない。で、それから360もそこあんねん。で、そっちはね、そっちも10本ぐらいしかないかな。もっと少なかったかな。で、それもクソしかない。なんかスターオーシャンとかさ。スターオーシャン、あ、漫画かなんかやろ？パッケージの裏見て俺漫画っぽかったらもう絶対買えへんから。確か180円やったと思うね、スターオーシャンって。360のやつな。っていうことは、まあ、半値で90円だけど、絶対やれへんからな、そんな。だからそれらは少ない。あるけど少ない。で、サターンはない。3DO もない。ドリームキャストもない。な。まあ、このサターン、3DO、ドリキャストはまあほとんどどこの店でもないと思うけど、あと、Xbox One は、0本。なかった。0本。なんか、本体の中古は、なんか、あるっぽかったけど、高いけどな。なんか、Xbox One の 1TB のやつが、なんか、1.8 万ぐらい。これ、ヤフオクだとね、1.8 万もしないのよ、1TB でも。どうやろ、12,000円あったら買えそうやけどな。Xbox One の初代だから、1TB って言っても。Xbox One の S とかさ、X やったら高いけど、初代の Xbox One、AC アダプターついてるごついやつな。で、1TB で 1.8 万でしょ？なんか2000円引きって今やってるやん。それでも高いから。まあ、それは当然買えへんわけやけど、1の本体は0本。だからやっぱりね、Xbox One ってもうダメだよ。まあ、基本的にそのダウンロード版とかそういうことになってんだけど、なってるんだろうけどな。Xbox One ももう、あれでしょ？もう次が出るという話やん。なんか何年後か知らんけど。だからもう今の Xbox はもう終わりってことだから、もうちょっとさすがにきついと思うよ。ソフト置いてないしな、これ。ただ日本でやる気ないでしょ。もうなんか、なんだってちょっと正確な数字かわからんけど、なんか Xbox One の本体の台数を全世界合計して、
なんか100としたら、なんか日本ってさ、0.2 とかそんな話かなんか見たことあるよ。ほんまかどうか知らんけど、全世界で100台、100あったとしたら、な、本体の普及が、日本 0.2 だから、そりゃやる気ないわな。いや、そりゃやる気ないわ。もう 0.2 だったらもうないのと一緒じゃん、それ。それはお前、なでらももう、そりゃ日本無視だわ。スルーするわな、それ。もうない、もう死者誤入したらゼロだもん、それ。日本ではもうありませんと。ね、あ、まあ、どこがシェア高いのか知んないけど、まあ、アメリカとかそっちだったらいいけど、そんな、ジャップはもうプレステ4でもやっとけと、いう話じゃない、それ。もうそれやる気ないわ。もうなでらももう、どうでもいいでしょ。な、シェアも小さいし。んで、Xbox 360 の、これ。これがな、今回行った店にあったんよ。本体は展示してないけど、なんかこう、ゲームが入ってるようなケースあるじゃん。DVD のケースみたいな。ああいう形で展示してて、なんか欲しい人はこれレジ持っていってくださいみたいな感じで置いてるじゃん。な。で、これ Xbox 360 の S っていうやつなのよ。これ今、絵が出てるやつな。これ。で、Xbox 360って大きく分けると3つあって、初代、すぐ潰れるやつな。で、それから S。で、最後に E っていうのがあるのよ。E、アルファベットの E な。イングランドの E。で、だ今これ映ってるの S なんだけど、これのね、中古の 250GB だったかな。これがね、8000円で売られてたのよ。ジェオにね。で、これ今、2000円引きってやってんでしょ、これ。で、これ全品2000円引きだからさ、その8000円から2000円引きだと、まあ、6000円ってことでしょ？で、消費税入れると、まあ、6500円ぐらいじゃん。そうやろ？まあ、6480円。まあ、6500円や。な？消費税入れて。で、それってまあ安いんじゃないんかなと思うんだけど、どうなんだろうね。俺 Xbox 360 の S の 250GB、いや、全く同じやつ持ってるから、まあ当然買わないけど、2台あっても仕方ないからな、それ。俺これ買うてしもたら Xbox 360 4台目になっちゃうから、俺今、三つ持ってて二台潰れてるから、初期型二台潰れて、レッドリングオブデスで二台潰れて、俺三代目で今 S なんだけど、だその同じやつが6500円税込みで買えると。な。で、まあ、どうなんだろうね。今、ヤフオクとかでこの Xbox 360 S 250GB って、いくらぐらいすんだろうね、これ。まあ俺だから、まあ俺持ってるからもうそんな細かく調べないけど、そうだね。このアマゾンでさ、これでしょ？ Xbox 360 250GB。まあもう生産し、特に終了してるけど、これな。で、これ中古だとさ、まあ、アマゾンだけど7500円になってんのよね。いや、ということはさ、まあ、さっきのセールを含めてやると、まあ、6500円でしょ？で、アマゾンだとこれ7500円で送料はどうなってんの？ああ、これ送料込みだね。送料込みで、あ、込みっていうか無料だね。で、アマゾンから発送。で、7500円じゃん。ということはまあ、6500円で買えば、まあ、1000円安く買えるっていうことになるよね。うん。まあ、7800円とかいろいろあるけど。まあだからまあ、これと比較すると、まあ、お得ということになるよね。まあ一応ね、そこで怒れてたやつも、AC アダプターとか、コントローラーとか一応セットになってんのよ。
まあ、HDMI ケーブルはないかもしんないけどさ。で、HDMI ケーブルぐらい、まあ、みんな持ってんじゃん。100円ショップでも売ってるしな。で、コントローラーあって AC アダプターあったら、もうゲームできるから。まあ、あと単三電池は自分で用意しないとな。コントローラー、電池式だから。まあ、それ、もしかしたら安いかもしんないよね。この6500円で買えるっていうのが。まあ、ただこれ店舗だからね、そのどこの店舗でも置いてるわけじゃないから。まああとこれはアマゾンで7500円だけど送料込みでな。まあヤフオクで俺調べてないけど、まあヤフオクとかそういうところの方がもしかしたら安いのかもしれない。だそっちはちょっとわかんないから。まあ 5360S 欲しいなとか、なんか初代360の初期型持ってて、なんかもう最近動作がおかしいとか途中でフリーズするとかいう人は、まあちょっと見に行ってもいいのかもしれないよね。まあ置いてるかどうかはわかりません。店によるからねこれ。まあ残念ながら俺は持ってるからもういらないけど、はい、そんなところかな。そやね。あとやな。通販の方やね。今やった話はジェオの、その店舗の店な、リアル店舗の店なんだけど、店の、リアル店舗の話なんだけど、ジェオマート、これ映画出てると思うけど、要は、ジェオの通販サイトな。だから近くに JO がない田舎者とか山間部豪雪地帯、離島諸島蝦夷琉球裏日本、まあこういうようなところの人は、まあこれも13日の土曜日の10時から15日の、まあ、23時59分までやってんだけど、でこの動画俺出した時にさ、PSクラシックだ、プレイステーションミニがなんか3000円でもう在庫処分だとか、ネオジオミニが14日限定で安いと6000円ぐらいだったかな。まあ送料はちょっとかかるけど、まあそれでも500いくらだったいう話したんよね。まあ俺ネオジオミニ持ってるから買わないし、まあプレステクラシックはもうそんな1980円でも買わないけど、で、それや、な、それなんだけど、まずネウジオミニ、はい、これ、14日限定、ソールドアウトや、もう売り切れやわ、な、残念ながら。まあ、だからこれ、ソールドボタンのとこ、本当はこれ、購入するとかボタンなんだろうけど、もう、これ、売り切れだから、なくなったよね。まあ、そりゃ、こうなるわな、さすがに。税込みで6000円だもん。俺これ、定価で買うてるから、俺1万2、3000円で買うたよ、これ。なあ、持ってなかったらな、俺これ行ったと思うけど、10時からもうボタン連打で、なあ、行ったと思うけど、いやー、まあさすがにこれは売れるわな。6000円だったら、まあ買うてもいいと思うけどな、これ。で、これまあ、売り切れの画面俺出してるけど、この画面ね、俺ね、14日の土曜日の、14時ぐらい、だ、昼の2時だね。昼の2時ぐらいに、見て、この状態だったから、まあ、その時点ではもう売れてたと、いうことだよね。まあ、これはもう、みんな、やっぱりね、事前で、商品で分かってたから、値段も出てたしな。それ欲しい人はこれ行くでしょ。まあ、転売すんのかなと思うけどね、これ。まあ、たださ、これ、台数何台か書いてなかったから、これ、分かんないよ。台数10台とか。下手したら5台とかさ、そんなレベルだったかもしんないよね、それ。1台でもいいもんね。いや別にそれ、いや、それ売ってなかったら詐欺だけど、別に1台でも、いや、売りましたよってことだから。
なんか何台か書いてないからちょっと怪しいんだけど、これ。なあ。まあ、そんな台数多くないんじゃない？俺。まあまあ、とりあえずまあ、売り切れたとよ、という話やね。んで、プレイステーションミニ。プレステミニは、日にち限定じゃなくて、13、14、15とか、まあ、だから13日からもうその価格だっていうことなんだけど、まあさすがにそれはさ、3000円でも買わないかなと思ったら、はい、2999円、ソールドアウトや、売り切れたよ。これもね、14日の土曜日の午後2時、だから14時やね。に見てこれだったから、まあそれより前にもっと売り切れてるってことだから、まあわかんない。もう13日の10時ちょっと過ぎでもう売れたのかもしんない。それはわかんない。これも台数書いてないからさ、これもまあ5台かもしんないし、もしかしたら1台かもしんないけど、まあこれ、なあ、2000、いや俺はこれいらないわ。俺これ2999円、まあ税込み、まあ送料入れると3500円ぐらいか。いや、いらない。俺絶対買わないよ、それ。いらないけど、まあ、どうやろう、これ。まあ、遊びで買うとか、な、まあ、転売とか。まあ、そういう人は行くのかな、これ。でもこれ今、アマゾンで4000ちょっとじゃなかった、これ。な、確かそうだった。まあ、だから転売しても知れてるわな、それ。なあ、500円とか1000円とか、1500円ぐらい儲かるとしても、まあ微妙だよね、これ。まあ遊びでコーターとか言うんならいいけど、いいかもしんないよね。プレステ1とか2とか3とかもう、まあ、捨てたとか、売ったとかで、ね、プレステ4はあるけど、みたいな人で、まあ昔のプレステのゲームちょっとやりたいなというのでさ、わざわざプレステ1の本体買ってきたりとか、な、3買ってきてきたりとか、なんかめんどくさいやん。な、まあ俺みたいにさ、そのプレステ1、2、3ありますと、ソフトも持ってますとか言うんやったら、まあ別にこんな3000円出してこいらないけど、な？リッジレーサータイプ4も、な？パラサイトイブもあるし、な？ファイナルファンタジーもあるから、別にいらないけど、まあ、そうじゃない人は、そんなごちゃごちゃ、昔のゲーム機から揃えてどやこやとか言うよりも、まあこれ買った方が早いから、まあそういう人向けなんだろうね。まあそういう人が多いと思うよ。基本的にミニシリーズは。せやろ？だ当時昔やってて今その環境がもうないとね、いう人がその本体ミニシリーズを買うだけで、まあ、すぐできるじゃん。コントローラーあるしな、 USB で電源供給もできるしさ、スマホのやつ使えるでしょ。だそういうのがあるから全部済むしな。そういう人が基本的に買うんじゃない？そのファミコンミニとか、スーファミミニとか、メガドラミニとかもそうだけど。なあ。でもそうじゃなくて、なんかこの俺みたいとか、まあ他の人も、動画見てる人もそうかもしれないけど、その、もう昔のやつがあると。ね。未だ現役ですぐできるというんであれば、まあ別そっちでやりゃ済む話であってさ。な、ミニシリーズで出たところで、いや別にいらねえやってなるし。で、本数そんな20本とか40本とかさ、な、PC エンジンミニみたいな50本入ってんの？なんか知んないけど、あれ高いよね、1万なんぼとか。ゲーム偏ってるしさ、そのグラディウス入れたらいいみたいな、それ。ときメモ入れたらいいみたいな。お前結局お前コナミとハドソンだけだろう、みたいな。な、まあ、高いしな、あれ。まあ、ああいうのも、まあ、ごちゃごちゃ出てきてるけど、なあ、そんだけ本数あったとしても、やりたいゲームほとんどないから、
なんとかミニシリーズっていうのは、まあ、いらないゲームを入ってっちゅうのもな、ちょっと微妙だから、まあ、それならやりたいゲームだけ、まあ、すでに持ってんのやりゃいいやっていう話になっちゃうよね。ということで、ネオジオミニおよびプレステミニはもう残念ながら売り切れということやね。まあ、他はまあ、ジェオの店舗で見たのは、プレステ4の中古の本体がまあ何台かあったな。値段忘れたけど2万いくらだよね、多分。だから2000円引きの対象にはなるんだろうけど。で、あとなんだ、ファミコンミニとかスーファミミニもとかもあったわな。あったね。あとね、なんか周辺機器半値っていう、半値だった？周辺機器半値っていうのも、なんかあったよね。周辺機器半値。まあ本体だって周辺機器も半値っていうのはあったと思うんだけど、俺の行った店舗だって周辺機器もほとんどっていうかもう、ないな。あとね、そのプレステ3の中古のコントローラーとかもなんか3000円ぐらいするから、なあ、でも対象外でしょ？あれ、半値って980円以下だからさ、だからほとんどまあ対象がない。ないよね。そうだよね。まあ今回行ってないもう一個の店だとまあもうちょっと品揃えはあるんだけど、まあ多分プレステ3のコントローラーまあ同じく3000円だから対象外だろうし、まあ、他はなんかわけのわからんケーブル類でゴミだからまあそれいらねえやっていう話になるわな。まあそんなとこかな。で、このジェオのさ、会計終わったらこの何レシートと、あともう一個さ、なんかこれアンケートにご協力くださいっていう紙が多分くれるはずよ。で QR コードが書いてあって、なんか回答期限いついつって書いてあるけどさ、アンケートにご協力ください。これね、だからゲオアプリがいるんだろうけどダウンロードが必要ですって書いてるから、この QR コードを読み取ると、多分そのゲオアプリのとこに行くんだろうね。で、それでアンケートを答えると。で、アンケートの今回の内容が7月スーパーセールに関してということだから、まあまさにこのセールだと思うんだけど、まあ俺こんなアプリダウンロードしないから、まあいいけど、これアプリダウンロードして回答しといて、これ。回答、な、品揃えが悪いと。な、こんなお前もう全然ソフト増えてねえじゃねえかと。な、3DO を置けと。な、言うといて、俺の代わりにこれ。3DO、サターン、ドリキャスの品揃えを充実しろと。な、それ言うといて、それ。な、あとその周辺機器高すぎだから、それも安くしろと。な、デフォルトで高いと。標準で高いと。な、ブックオフに負けてどうするんだと。これ言うといて、これ。俺の代わりに。な、それ、頼むで。そんなところかな。以上？もうええか？まあ、まだやってるわ。これ動画いつ上げるか分かれへんけど。まだやっとるんで、はい。13、14、15です。俺が行ったのが14日です。なので、15日もやってるので、まあ、な。微妙やわな。もう俺の今回のあれ、買うてきたやつも微妙や。もうどれも多分やんないと思うし。な、俺過去にな、そのジェオのセールでお前30何本買うてんのよ。動画リンク貼っとくけど、30何本紹介みたいなお前、アホード長い動画とか出してんだけど、いやー、さすがにちょっとその30何本買うほどの、なんていうかな、その半値が高いと、108円がないというよりも、
あの、品揃えがね、もう増えてない。だ結局、買い取りがもう進んでないんだろうね。な、やっぱり。で、まあ、プレステ1のゲームは、まあ、俺言ったところ、それなりにこうあるんだけど、なんて言うんかな。その、例えばさ、ストリートファイター0とか、ストリートファイター02とかプレステで出てたでしょ？そういうのもなんかないのよ。どこ行ったんだろうね。どこの店に行ってもなんかなかなかないんだけど、0とか02って結構売れたと思うんだけどね、プレステ1のやつ。ないのよ、それ。なあ。だからまあそういうのでこう、中古の、まあそれ中古を増やそうと思ったら買取価格を上げて告知しないとダメだけど、まあそこまでやんないよな、さすがにな。買い取ったとこで売れる保証ないもんね。だからまあそうすると買い取っただけでお前不良在庫になって終わりだから、まあさすがにそのプレステ1のソフトはもう買い取り、プレステ2もそうだけど古いやつな、 Xbox とか360とかさ、そういうやつはもう、まあ、今ある在庫は、もう徐々にこう、まあ、な、こう、売れていって、まあ、ほとんど売れないだろうけど、まあ、今回、まあ、俺が買ったみたいにちょっとずつ売れていって、でその後はもう、新規で多分欲しくないよね。仕入れはね。そんな売れるもんじゃないから。だからもう、出ていく一方で入ってこない。ということなんでね。だからまあちょっと、まあ俺みたいにこう、プレステ4とかなんか新しいゲームにあんま興味ない人間。まあオールドゲームというとちょっと大げさだけどな。ファミコンまで古くないから、まあ360以前かな。360、初代 Xbox、ドリキャス、サターン、プレステ、プレステ2。まあ、PSP も入るかな ?3DO。まあ、こういう類か。まあ、ネオジオ CD とかな。まあ、ネオジオのロムはもうね、ジオじゃまず見ないよね。どこの店舗も置いてないでしょ、ロムカートリッジ。なあ。まあ、ブックオフやったら、ブックオフでも見ないな。ネオジオのロム。ロム版、あの、でかいカセットのやつな。当時3万ぐらいしたやつ。なんで、まぁ、ちょっとこのオールドゲームをコレクトしてるというか、まぁ、そういう人にとっちゃ、ちょっとジオはもう、値段がどうであれ、物がないから、な。今回行って、まぁ、いいタイトルがないと、な。じゃあまぁ、わかんないよ。半年後にまたセールがあって、って言ったとしても多分変わんないと思うよ。なんかね、気のせいかこうだんだん棚が小さくなってるような気がするし、で俺がまあ今回行ったと行ったまた別の店舗だったら、あの Xbox360 の置き場がもう、前はね、ちょっと1年ぐらい前かな、行った時にはある程度あったんだけど、なこの間の前の前のセールかなんか行った時にはもう、そこに棚なかったもんね。まあ、ちょっと移動して、なんか規模が小さくなってたりとかしてたんで、まあ、な、値段がどうであれ、物がなかったらな、買いようがないから、まあちょっと、ジェオはもう厳しいんじゃないかなと思うね。まあそれあちこちの店舗バーッと巡っていくかや、あるかもしんないけど、まあ電車代とか車代かけていくほどのもんでもないしな。うん、まあちょっと微妙になってきたよね。まあヤフオクとかそういうとこで、なあ、買った方がいいのかもしんないけどね。はい。ということで、まあ明日もやってるから、だからちょっと興味ある人は行ってみてはどうでしょうか。以上、終了。